ヨハネス・ロイヒリンは、ドイツのユマニスト、ネオ・プラトニスト、古典学者。ドイツのバーデン・ベルテンベルクのプフォルツハイムで生まれた。父は、ドミニコ界の修道士であった。親族に、フィリップ・メランヒトンがいる。後年、ロイヒリンは43歳年下だった。若き日のメランヒトンに、ユマニスムの教えを、手ほどき、ハイデルベルク大学に通わせ。 さらに生をギリシア語名に改名させたのもロイヒリンだった。ビュルテンベルク博領フライブルクイムブライスガウにあるフライブルク大学で哲学や修辞学を収める。ついでドイツの中便ンに赴き、さらにフランスのパリ、ポアティエ、オルレアンやスイスのバーゼルに留学してローマ法や古典ギリシャ語を学び、最終的にバーゼル大学で学位を取得した。 1485年に法律家となり、ビュルテンベルク宮廷やバーベン宮廷に仕えて、司法や立法を司さどる。ビュルテンベルクのエーバーハルト博の求めに応じて、イタリアに外遊、現地でヘブル語を初めて学び、それからヘブル語の写本を収集した。帰国後、エーバーハルト博が開学した中便現代で古典ギリ,リシャ語や法学を教えた。 当時すでに古典ギリシャ語の権威だったロイヒリンは1492年に本格的にヘブル語の研究を始め、それからヘブル語文法書デルーディメンティス・ヒブレーシスを刊行。ピコデラ、ミランドラやマルシリオ・フィチーノの影響からカバラを学び始める。生涯にわたりヘブル語やカバラ研究に捧げたロイヒリンは、後にユダヤ人やユダヤ教を擁護して非難を浴びる。 またロイヒリンは聖書を原点から研究し、ウル型の権威に疑問を持つ。一連の研究から聖書主義を唱え、信仰は内心のみと提唱した。1511年、ロイヒリンのヘブル語研究は論争の対象になった。ユダヤ教からカトリックに改修したドミニコ会修道士、ヨハンニス・プヘファー・コルンが、 ヘブル語の書籍に対する批判キャンペーンを始めると、それに対抗したユダヤ人が、マインツ大司教原民元の助けでプフェファーコルンによる書籍没収を調査するタルムード調査委員会が設立され、ロイヒリンも委員となった。ロイヒリンとプフェファーコルンは論争をはじめ、エラスムスなども論争に参加した。ウルリヒホンフッテン、ハインリヒコルネリウス・アグリッパといったドイツのユマニストは、 ロイヒリンを擁護、ドミニコ会に対抗した。ロイヒリンは1513年に異端として告発され、宗教裁判所で、ロイヒリンは激しく抗弁した。はじめ有罪の地に無罪を言い渡されさらにそれから、右与曲折した。ロイヒリンは、ユダヤ教を擁護したことでも知られるが、論争以前の1505年の会場で、ユダヤ人は日々、 イエスの恩美において神を侮辱し冒涜している。イエスを罪人、魔術師、首吊り人と呼んではばからず、キリスト教徒を愚かな異教徒と見下していると説教した。また、論争においてもプフェファーコルンに対して、彼は先祖たるユダヤ人の精神のあり方をそのままに、危機として不敬の復讐に打って出たと述べている。この頃1517年に、ビッテンベルクで、 マルティン・ルターが立ち上がり宗教改革が始まったが、ロイヒリンは、ルターの宗教改革を通列に罵倒、反爆の論人を張った。ロイヒリンは、聖書主義者であり、大方ロイヒリンは、プロテスタンティズムに傾いていると考えられていたが、しかし、決して、ローマ・カトリック教会を離れたわけではなかった。また、ロイヒリンは、宗教改革で活躍したフィリップ・メランヒトンの、 王子でもあったがルターを支持しなかった。ロイヒリンは、現地の諸公に招かれて、インゴールシタット大学で、ヘブル語やギリシャ語の教弁を取った。晩年に、デアルテキャバリスティカを発表。ルターの宗教改革が始まった、その5年後の1522年に、シュトットガルトで死去、ドナウ川タイの丘にある、バルハラ神殿に祀られた。ありがとうございます。